はい、皆さんこんにちは、 XYOSHIです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日は緊急速報で時間がありませんので即刻アップさせていただきました。今回はねミラーマンのファンの方向きです。ミラーマンの御手洗麻子役の沢井貴子さんがですね、今回 NPO 法人再生の自由化を進める会様のご好意で、講演をなさいます。特にね今回はの関東周辺ね、首都圏でお住まいの方には朗報で、参加費もご好意で NPO 法人さんのご好意で、無料ということでなんで、場所もですね飯田橋の駅のすぐ上のビルということなんでね、立地条件も非常にいいんで、ぜひお時間のある方はご参加くださいということで、よろしくお願いいたします。で沢井さんご本人のね声を久々聞かせていただきましたんで、電話で少し収録したものありますのでお聞きください。はい、では始めます。はい、沢井さん手短に9月24日火曜日に13時から、はい、まあ東京の飯田橋、はい、で公演1時からやりますと。はい、そうですね。お時間あったら来てください。で今録音させていただいてますんで、ご自身の本の中内容をこううまくこうなんていうかな、かいつまんでこうご説明なさるような、そういう感じかな、講演の内容は。そうですね、うん、それとか心理学で学んだ、うん、こととか、はいはい、うん、そういうこともいろいろ混ぜて言うつもりです。あ、そうですか。はい、なかなか楽しみですね。特に首都圏に関東にお住まいの、皆さんね、ミラーマンのね、朝子さんファンは、に直接朝子さんに会えるということで、ここでね、で、おまけに これ、沢井さんあれですよね、入場料は、無料なんですよね。だから、ぜひね、やっぱり朝子さんに会おうと思ったら、ここいらっしゃったら、首都圏の方はいいですよ。で、ただ24日で火曜日というのがあれかな。平日なんですね。そこはまあ、ちょっとね、あれですけど、まあ、お時間のある方は、とか、朝子さんが、懐かしい方はね、来てもらったら嬉しいですよね。はい。はい、はい、今、これ、ちょっと、直接ね、私が言うよりも、朝子さんの方から言ってもらった方が、きっと、ファンの方は大喜びなさると思うんで、これで今収録しましたんでね。はい。で、はい。そうそう。だから皆さんにちょっと、これ、ご公開させていただきましょうか。すぐに、はい、できるだけ早くね。はい。ほんで、合わせてね、またちょっとバタバタしますんで、来月ぐらいに、コメント返し、朝子さんにいろいろ、例えば、もない言ったらね、ドカジャンスパークさんとか、猫柳秀幸さんとかね、猛烈なファンがいらっしゃるんですよ、ミラーマンの。うん。だから、その皆さんがこう、寄せていただいてるそのコメントをね、こう、朝子さんの方から、直接僕は言うよりも、言っていただいた方が、まあ、はい、コメント返しはまた、そうですね、来月ぐらいにちょっとお願いできたらと思うんですけど、沢井さん、その時にまた、はい、本の話のね、補足なんかも話ちょっと入れていただいたら、きっとね、皆さんも、読んだ方々もね、こう思い出しながら、こうかな、ああかなっていうようなね、ところがあると思いますんでね、きっとね、心がもっとこう、ずっとこう、近く、あそこさんに近くなるような感じになると思うんで、はい。それちょっとお願いしていいですか？ほな、すいません。はい、いや、せっかくのチャンスなんでね、それもね、NPO 法人さん、ずいぶん、ね、心が広いでね、ウェルカム誰でも来てくださいっていう話だから、それはね、本当に逆に感謝したいぐらいなんで、よろしくお伝えくださいませ。はい、はい。なら、そういうことで、はい、近々、ならまたアップさせてもらいますので。沢井さんよろしくお願いします。はい、じゃあ失礼します。どうもありがとうございます。はい、失礼いたします。はい。
さていかがだったでしょうか。今日はこの辺でね、失礼いたします。また多くの皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。ではごきげんよう。さようなら。